東京インターナショナルスクールは、学校法人東京インターナショナルスクールが、運営する東京都港区南麻布2丁目にある、インターナショナルスクール。国際バカロレア資格認定校であり、CIS 認定校でもある。国際バカロレア資格を取得している、いわゆる国際バカロレア認定校にあたる。国際バカロレア、日本大使であり、同校の代表である坪や、ニュエル、ムベが 自身の子供たちに最適な教育を施す場として自ら立ち上げたのが同行の発端になる。国際バカロレアに加え、世界的なインターナショナルスクールの認証機関であるカウンシルオブインターナショナルスクールズや米国のインターナショナルスクールの認証機関であるニューイングランドアソシエーションオブスクールズコリッジスから認証を得て運営されている。現在、世界50カ国、 4歳から14歳までの子供たちが通っているが、両親が日本人の子供の数は他のインターナショナルスクールに比べ少ない。2013年9月より南アザブに新校舎を建設し移転した。IT を活用した教育を取り入れるなど、より現代の教育方法を取り入れた授業内容になっている。2016年、アップルから アップルディスティングイッシュとスクールに認定されている。2013年より代表の坪やニューエル・ムベは日本の子供への英語教育を開始すると公表し、中目黒に幼児教育を目的とした東京インターナショナルスクール中目黒キンダーガーテン、そして小学生学童向け教育を目的とした東京インターナショナルスクール中目黒アフタースクールを開校する。 校舎の東京インターナショナルスクール中目黒アフタースクールでは昼間は日本の小学校に通って基礎となる教科を学び日本人としてのアイデンティティを確立するそして放課後は登校でグローバルスキルを学ぶことに価値を見出しており小学校の宿題サポートや夕食の手配等も行うキンダーガーテアフタースクールともにツボやニューエルムベが 英語コミュニケーション能力獲得に必要と考える、そう2000時間の学習について、3年間通うことで、実現できるよう設計されているとするのが、同行の趣旨。東京都目黒区中目黒2-9-13、スタンレー電気本社ビル1階東京都中央区、勝時3-12-1ォアフロントタワー1階。 北海道札幌市中央区南二条西19丁目291の6ビルヌーブ円山1階兵庫県西宮市、菊谷町13の28レガー6楽園福岡県、福岡市中央区鳥会1の4の53。ありがとうございます。